テームズ川越しにランベス宮殿を見る。ランベス宮殿はイングランド教会カンタベリー大主教のロンドンにおける皇帝である。ランベス区の北部でテームズ川の右岸にあり、ウェストミンスター宮殿の川向かいにある。もともとランベスマナー、またはランベスハウスと呼ばれていた場所を1200年頃カンタベリー大主教が取得している。現存する一番古い建物はのチャペルで、 コイングランド風である。ドラード島は1435から40年のもので、この名が示すように、ここは17世紀には監獄として使用されていた。大広間は17世紀中期のイングランド内戦で、オリバー・クロムウェルの新京都軍に略奪されて、王政復古後の1663年に修復されている。建物はイギリス指定建造物一級の指定を受けている。 教壁のある門は、ハンプトンコート宮殿の時計塔に似ていて、中ドルキの特徴がある。アングリカンコミニオンの主教の10年ごとの集まりである、ランベス会議は、初回の1867年以来ここで開催されていた。人数が増えるに従って、他へ移り、名称は変わらないが、最近はで、ケント州にある、ケント大学カンタベリー校で開かれている。校内には、 カンタベリー大主教のランベス宮殿図書館があり、イングランド教会の重要な記録を保存している。もともと1610年にリチャード・バンクロフト大主教によって公共図書館として作られものである。校内にはまた、ストリート・メアリー・アット・ランバス教会もある。政党は1377年のもので、その他は1851年に増築された。 1972年に教会としては使用中、よされて、現在は、庭園博物館となっている、ランベス宮殿。ありがとうございます。